はい、パラエストラ八王子代表の郷蔵です。本日はスーパーライジン2で、ちょっと前になりますけど発表されました広谷選手と伊藤選手の試合の予想をしていきたいと思います。世間一般では広谷選手が使われていることに対するそのブレイキングダウンの選手が使われたとかそういう話題もありますんで、自分としてはそのブレイキングダウンの選手が出ることだったり、まあ、ブレイキングダウンとか他の競技に対する、あと前キックの選手出てきたりとかいろいろあると思うんですけど、そういう面についても話していければと思いますんで、よろしくお願いします。では行ってみましょう。まあ、自分一番予想するときにやっぱ戦績を見ていくような感じになるんですけども、広谷選手前線がアタニア選手との試合ですね。それも見てたんですけども、やっぱりアタニア選手そのフライ級の中でも地味強じゃないんですけど強くて、やっぱり広谷選手結構テイクダウンしてたってイメージがありまして、で伊藤選手はそのアタニア選手にリアネキッドチョークとかで勝ってまして、でやっぱり伊藤選手もともとライジン出てるだけに戦績もいいですよね。だからそういう判断でいくと伊藤選手が有利っていうのが、まあ、動かないかなと思ってます。で広谷選手はもともと朝倉未来チャレンジの1期生ですかね。それでまあ試合 MMA の試合してブレイキングダウン出たりして、で今回あの朝倉未来選手が推薦して出てきたっていう形だと思うんですけども、自分なんかはこの間の西谷選手とかもそうですけど、ブレイキングダウンとか、まあ、話題の選手が大会に出てくるっていうのは結構いいことだと思ってまして、やっぱり普段見てなかった層が見たりとか、あと今回伊藤選手にとってもやっぱメリットあると思うんですよね。伊藤選手煽りが結構強烈ですし、その伊藤選手の良さが結構際立って出てくるんで、みんなに注目されて試合するっていうのはやっぱりプロとしては全然ありだと思ってます。でただ結局その後が結構難しくて、今までだったら有志選手だったりとか三浦孝太選手もそうだと思うんですけど、やっぱり大舞台に出てその後にちゃんと勝たないと、やっぱりだん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 みんな興味なくなってくるし、実力を引っ張かされるっていうか、コテンパに倒して自分の実力を見せつけたいと思うと思うんで、だから本当に広谷選手にとってはなかなか試練な試合だと思いますね。やっぱり伊藤選手すごい強いと思うんで、なんか自分はやっぱりその団体が潤うのが一番選手にとってもいいことだと思ってまして、だってやっぱりガラガラの会場でやったら全然ファイトマネーも少なくなるだろうし、お客さんも盛り上がらないじゃないですか。だからある程度いいカードは組んでいいと思うんですよね。でそのライジンとかの世界観の中で崩れない程度だったらと思うんですけど、で今回の広谷選手と伊藤選手は別にそれが崩れるとは思わないですし、まあ、地方行ったらご当地カードがあったり、それは別にアメリカとかでもあることじゃないですか。ただそこでしっかりいい内容を見せて、強い選手がだから弱い選手をしっかり倒せばそれはいいと思いますし、逆にそれで広谷選手が頑張って倒せなかったら、じゃあ伊藤選手何やってんのって話になるじゃないですか。だから両方が試される試合なんだと思いますけどね、はい、両方が得してる。そうですね、はい。だからこの間の西谷選手 と、怪物くんの試合とかでもそうだと思いますよね。お互いにメリットあると思うんですよね、はい。で今度はじゃあ西谷選手、じゃあまたその後ライジンじゃなくて、まあ、今度またディープで試合するかもしれないですけど、それだったらうちのジムの人がじゃあ西谷選手の相手パラエストラ八王子の選手やりたいですかって言ったら、もう大歓迎でやりたいですよね。そういう意味では嬉しい話。そう、嬉しい話だから、お互いメリットがあると思うんですよね。だからそれはもう本当みんなは、まあ、それが朝倉選手の効果なのかもしれないし、だから朝倉選手が格闘技界として盛り上がってくれるのは本当にいい話だと思ってるんですよね。で、まあ、それと自分の予想が違ったりするっていうだけで、あるっていうだけで、だけど本当に朝倉選手が勝つのは絶対いいことでありますよね。怒られてるから。はい、そうそう、だから予想と違うね、本当に今格闘家の人みんな思うと思うんですよ。うちのジムの人も思ってるかもしれないですけど、え、あの選手ライジン上がれるんだったら俺の方がいい、上がれるじゃんとかって思う人いると思うんですよ。そしたらもうその悔しさをバネにどん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 強くなっていくしかないと思いますよね。だってすげえ強かったら呼ばれますもん。別にじゃあライジン呼ばれなかったら、じゃあすげえ10連勝10勝0敗だったら UFC 呼ばれるじゃないですか。選手だったらもう強くなるしかないですよね。で格闘技ってやっぱ強さが一番だから、強いところでそこの舞台に上がってその強さを発揮できれば、そこでちゃんとみんなが評価してくれると思うんで、なんだろうな、あいつ棚ぼたれ来たよっていう思うんだったら、じゃあその間にじゃあもう練習するしかないと思うんですよね。自分が思って舞台なんかのタイミングで思って舞台に立った時に実力を発揮すればいいわけじゃないですか。ただ実際はじゃあライジンいきなり出ました、そこで活躍できない選手も多いってことは、だからそういうのもあるんで、だから羨ましがるだけっていうよりは、やっぱり格闘家は実力が自分は一番だと思ってるんで、だからその広谷選手とかいろんな選手も
1回上がって1回だけ上がっただけでいい試合しなかったらもうそのまま本当なんですかね、お笑いとかでいろいろありますけどなんか一発屋さんになっちゃうじゃないですか。そういう人たちに後から会ってみんなが喜ぶかって言ったらもう本当その時の一時だけだと思うんですよね。だからブレイキングダウンとかもそうだと思うんですけど、そのもうブレイキングダウンってずっと長くやってそれが競技として根付けばいいですけど、根付かなかった場合は一時盛り上がってじゃあそれで終わりっていう風になっちゃうんで、自分としては格闘技で食ってきた人はそれじゃまずいと思うんで、やっぱり実力をつけてずっとあの選手の試合見たいなっていう風に思わせる固定ファンをつけていくのが一番いいと思ってます。でその中でなあ、まあ、自分の中で斉藤選手とかもそうですけど、その朝倉未来選手と戦うことによってやっぱり斉藤選手、あこんないい選手だってもうバリューも上がってくるじゃないですけど、そこの戦う時の相手でまたどんどん知名度上げていくっていうのがすごいいいんじゃないかなと思ってくるんですよね。はい、思ってます。はい、広谷選手おなんだよ田中で上がってるよと思ってたら、だけどそれを競った試合とかになったら伊藤選手としては全くいいことないわけじゃないですか。じゃあそこで伊藤選手がじゃあもう何でもいいからとりあえず KO しに行こうって言ったら、別に広谷選手も弱い選手じゃないからカウンターでもらって負ける可能性もありますし、だからそこは伊藤選手にとっても本当にシビアな戦いになると思うんですよね。ただそんな中でも、まあ、その勝敗予想的には伊藤選手はそれを切って落とせる強さはあると思ってるんで、もう伊藤選手に自分は期待したいですけど、で、まあ、伊藤選手とかもアウトサイダー出身じゃないですか。だからそんな中で朝倉未来選手とかはアウトサイダー出身で上がってきて、いやアウトサイダーの選手なんて言われてる中をやっぱり実力で証明してきて今の立ち位置ありますから、そういう意味では朝倉未来選手の流れは組んでる選手なのかもしれない。そうですね、はい、そうかもしれないです、はい、面白い、はい、だからそういう意味で見ても面白いんじゃないかなと思いますけどね、はい、ちゃんと超雷神のカードだけどそれが超雷神のカードとして完全にいいかはちょっとそこはもう皆さんの判断じゃないですか、お客さんの判断で。だけどやっぱりこうやって注目されてるしカードとして、じゃあその時に会場にいる人たちがじゃあトイレタイムのカードになるのかって言ったら、全然みんな意外と見たくて楽しみにしてる人は多いと思うんですよね。だったらそれって正解だし、でそれこそよく USC がとかって出てくるじゃないですか。じゃあ USC だって CM パンク出てたじゃないですかとかってあると思うんですよね。だけど自分もその CM パンク出てもその試合見たかったし、だからライジンだからこそこう盛り上がるっていうのもあると思うんですよね。だから結局ライジンが盛り上がることによってディープさんだったりそのパンクラさんだって盛り上げる部分もありますし、だから格闘技業界全体を考えればいいことだと思いますけどね、はい、そういうカードは全然ありだと思います。で、まあ、ある程度これで多分、まあ、自分が予想するやつは予想したんで、はい、揃いましたんで、あとはちょっとまた試合振り返ってみたいと思いますね。このおっさん当てられてないよって多分思ってる人が多いと思うんで、まあ、ちょっとそんな感じでなんか最後締まり悪くなったですけど、だけどちょっとなんか自分も外れまくってたらちょっとさすがにねやる意味がないかなと思いますんで、ちょっとまた今回いろいろ予想させていただいて、また振り返って反省できるという部分は反省してね、動画見ていいなと思ってくれてる人もいると思うんで、その、あの要望ある限りは頑張っていきたいと思います。すいません、まとまりない話でまたよろしくお願いします。ありがとうございました。